師匠の技を食らいます。サイウルコン、この剣は分かるかい？見切りました。稲光、すなわち永遠なり。ストップ。裁きの雷。惜しかった。みんながそばにいてくれれば。話が通じないなら他奥義。はい。ここより弱滅の時。見切りました。そこやった。せいや、全力攻撃だ。サイウルコン、雨を描き方し、この剣は分かるかい？逃げ道はありません。今回は大物が釣れたよ。競争よ。風を知れ。神里流消滅たち雪を前。やられたな。あれ狂いなさい。風の赴くままに。雲が借りなく時。命ずる。失礼。ご助力を。風よ。はっや。律令に従え。桜吹雪。それ。はっ。はっはっ。騒乱の息、魂よ。はっはっ。雪を前。はっ。それよ。ここでも魂。それ。はっ。入れよ。や。行きます。前。そこだ。失礼。はっ。全身直走。ご助力を。手ごわいですね。ふっ、立った。踊りなさい。やっ、はっ。風よ、そこだ。ふっ、それ。Thank you.
冒険起死回生の一撃みんなは俺が守れ燃えろっ師匠の技を喰らいなさい他奥義雨描きがたし見切りました無我の境地さっやっつとみんながそばにいてくれれば熱々でしょへえこの剣はわかるかい歌よにしさばきのいかずそれやっよし出発だはありません。よっ、くらえ。燃えろ。いや、いや。はっ、はっ。みんなは俺が守る。話が通じないなら、この剣を。命ずる風の行く先をとはっやっだー風の歌雲の失礼はっはっくせやっへっ神里流透滅ご安心をまいはっ律令に従え魂よ海のちぎりよはっ踊りなさいよっへっはっはっすっ風を知れそこだいでよ騒乱の遺骨失礼へっここより弱滅の時さっそこふっはっせっせっ逃げ道はありません残っ
せ。料理の時間だ。雨描きがたし全力攻撃だ。燃えろ。話が通じないなら左右ルコン見切りました。無我の境地。命ずる。かせよ。との行く先を行きましょう。よっ。もみちが散らまくを。魂を失礼。全身直走。マイはっ。あれ狂いなさい。ソーランの憩い。取った。踊りなさい。え、それ。はっ。ふっ。失礼。え、はっ。マイラ、そこだ。雪を前。え、それ。神里流トーメット。風よ、それ。行こう。はっ。風のようだ。雲の行く。命ずる。踊りなさい。え、それ。競争よ、決心と。はっ。そう、ご助力を。失礼。マイヤ。はっ。取った。はっ。はっ。雪を前。ふっ。やっ。はっ。いでよ。はっ。風よ。ふっ。よっ。よっ。はっ。そこだ。よっ。律令に従え。風よ。ふっ。入れよ。ふっ。踊りなさい。ふっ。それ。すっ。神里流トーメット。ふっ。よっ。マイ、そこだ。魂よ。
はっ、それ。追いつけまい。ようこそお越しくださいました。お二方ともご無沙汰しております。変わらずお元気そうで何よりです。アデリン・メイド長、こんにちは。何かディルック様にご用でしょうか。そうだ、アデリンがここにいるなら直接アデリンに頼んでみようぜ。アデリン、実はオイラたちワイナリーの特別価格ブドウジュースをいつも買えないんだ。だから今回は早めに来て予約しようと思って。手付金を少し多く払ってもいいから1本予約してくれないか。ええ、問題ありません。それに手付金を払う必要もありませんよ。ただしばらくお待ちいただくことになるかと思います。暁ワイナリーの特別価格ブドウジュースは準備に結構な時間がかかりますので、このブドウジュースを作るため毎年夏にディルック様が自ら上質なブドウを2たる選んでいるんです。でもなんで質のいいものを安く売るんだ。上質なブドウって聞いただけで高そうな気がするけど。旦那様はそのことについて詳しくお話しされたことはありません。ですので私も旦那様のお考えを推測することしかできませんが、特別価格はあくまで一つの手段なんだと思います。特別価格と書かれた品はお客様をより多く引き寄せることができますから、もしかすると旦那様はこれによりジュースを流行らせ人々に新しい選択肢を与えたいのかもしれませんね。そうすればアルコール依存症の人たちは理想的な代替品を見つけることができます。酔っ払って騒ぎを起こす人もいなくなりますし、お酒を飲めない人たちにとっては新たな楽しみになります。旦那様はそのような些細な収益を気にするような方ではありません。ひたすら売り上げを上げることよりもおそらく人々が節度を持ってお酒を飲んでくれることを願っているんだと思います。美酒と生活を楽しむと同時に理性を保ち他の人に迷惑をかけない、素晴らしいことでしょ。ディルックの旦那はそこまで考えてるんだな。それで今ディルックの旦那は今年のブドウを選んでるのか。いえ、まだ選んでいません。旦那様は目の前の面倒ごとを片付けてからその選定作業に移るとのことです。もしご興味を持ってくださるようでしたら旦那様からのお声掛けがあるかもしれませんね。はい、お二方もご存知かと思いますが、旦那様はよくあらぬ噂を耳にしてはその不徳で無礼な輩を接待しています。今回もそれと同じです。本日旦那様が向かわれたのは高飛びの浜。お二方はお気になさらず、ワイナリーでしばしお休みになってください。ただ、私はここであるお客様たちを待っていますので、代わりにヘイリーとモコがお二方をおもてなしします。不徳で無礼？なんだかアデリンの言ってることがよくわからないんだけど。
ビス教団を片付けることか。ならディルックの旦那の仲間としてオイラたちが黙って見過ごすわけにはいかないぞ。ええ、お二方が協力してくださるのでしたらこちらとしても安心です。何しろお二方は旦那様に信頼されています。実力は折り紙付きですから。お力をお貸しいただき本当にありがとうございます。気にすんな。ディルックの旦那が早く用事を済ませてくれたらオイラたちも美味しいブドウジュースを買えるようになるしな。じゃ出発しようぜ。高飛びの浜に行こう。あそこに拠点があるみたいだぞ。ディルックの旦那が外に作った拠点。これで、ん？そこに紙とノートがあるぞ。読んでみようぜ。旦那の知り合いみたいだな。とりあえずこいつのことは旦那の友達って呼ぼう。こいつはここで何か大変なことに気づいたみたいだ。でディルックの旦那に伝言を残した後ここから離れた。でもこいつもそそっかしいやつだな。この紙切れがもし他の誰かに見られたらどうするんだよ。それにノートもここに置きっぱなしだし。あ、そういえば浜辺にあった妙な血脈の汚れって。けど周りには魔物もいなかったしおかしなところもなかったぞ。旦那の友達のノートを読んでみるか。もし読まなくてもいいなら直接あそこに行って近くで見てみようぜ。うわあ、なんで急に魔物たちが現れたんだ。お、待った、あれってディルックの旦那だよな。でもいつもと雰囲気が違うみたいだけど、なんだか勢いがあってやる気に満ち溢れてる。まさかこれが正義の味方が力を全解放した姿なのか。確かによく見ると今のディルックの旦那より若いな。でも過去に何があったんだろう。なんでディルックの旦那はここで戦ってたんだ。後で本人に聞いてみよう。でオイラたちはどうする。じゃあ過去のディルックの旦那の戦いっぷりを見てみようぜ。やい、いかやいや、ここに。終わったな。ディルックの旦那の楽勝だったみたいだ。さすがだぜ。でも今のって過去の幻影で特に危険はなさそうだよな。それってつまりディルックの旦那がもう仕事を終わらせたってことか。オイラたちがあの異常な血脈の汚れにもう一度触れたら
また魔物が出てくるのかな。昔のディロックの旦那も前に他の地脈の汚れでやったように、現れた魔物を全部倒せばこの異常現象も消えるみたいだけど。いや、ただちょっと心配なんだ。だって、もし好奇心旺盛な通行人が調べでもしたら、魔物がやーって飛び出してきて、この方が臨場感があるだろ。とにかくオイラたちはディルックの旦那に協力するため来たんだし、最後まで手伝おうぜ。ここをもう少し調べて危険がないことを確認してから帰ろう。イヒヒ、そんなことないぞ。おいしいブドウジュースのためだ。よし、お前ももっと頑張ってくれよ。ブドウジュースが手に入ったら一口多くやるから。みんなは俺が守れ。もかけっこしも。くらえ。逃げ道はありません。雨描きがたし。せえ。料理の時間だよ。くらえ。はあ。みんながそばにいてくれる。はあ。股間奥義。ここより弱滅の時。そこ。さばきの雷槌。全力攻撃だ。それ、師匠の技を食らいなさ。はい。
でしょ。みんながそばにいてくれれば。キッ、師匠の技を喰らい、歌よ錦となれ。雨描きがたし、裁きの雷。ここより弱滅の時。料理の時間だよ。全力攻撃だ。話が通じないならこの剣はわかるかい。あり得る。稲光、すなわち永遠なる。そこ。動くべく。無我の境地。見切りました。くらえ。風の赴くままに。ソーランの行こ。命ずる。雲がく借りなく時。風を知れ。そこだ。失礼。よっ。先進直走。風の行く先を。風の身だ。雲の身。踊りなさい。ほれ。風の赴くままに。雲が借りなく。ご安心。失策。風よ、そこだ。魂よ。失礼。腐れ。風の行く先を。律令に従え。深海の神。神里流サーメッ。マリ、それ。もみちがおちらの。まさか。精神直走。はっせい。踊りなさい桜吹雪。みんながそばにいてくれるわ。師匠の技を喰らいなさい。歌よ錦となれ。さいさっふっせ。稲光、すなわち永遠なり。さっせっふっふっせっ。逃げ道はありません。ふっふっ。全力攻撃だ。
ここより弱滅の時、裁きの雷。ふっせっせっかっせっせっせっ。みんながそばにいてくれるわ。クオパー火を歌よ西となれ。雨描きがたし、はい、見切りました。無我の境地。話が通じないなら食らえ。料理の時間だ。逃げ道はありません。て全力攻撃だ。てそれ股間奥義。稲光すなわち永遠なり。よっ、みんなは俺が守れ。師匠の技を喰らいなさい。この剣はわかるかい。使いうる。ここより弱滅の時。よし、見切りました。全力攻撃だ。雨描きがたし、はい、稲光すなわち永遠の。話が通じないなら裁きの雷。さっつっ。みんなは俺が守れ。歌よ錦となれ。What?